ビュープラザ。ビュープラザは、東日本旅客鉄道、JR 東日本の旅行センター、旅行業営業所である。2022年度に全店舗の閉鎖が予定されている。かつて駅とビュープラザは、同じ駅構内にあっても管理者が異なっていた。駅は、駅長、ビュープラザは、所長が2005年よりスタートした中期経営構想。 ニューフーロンティア2008に基づいて7年4月1日に組織改編が行われ、ビュープラザは駅長管理下に置かれた。これに伴いビュープラザ所長担当の助役職が新設された。同時に営業形態や取扱い商品の見直しが行われ、一部店舗においては海外旅行の取扱い廃止や発出初課が実施された。2007年より八王子駅を皮切りに、 首都圏を中心とした一部駅では、既存のビュープラザと緑の窓口を統合した、新拠点、ビュープラザとなり、緑の窓口と旅行カウンター、キュービュープラザが、同一フロアに並存する構成となった。1990年代より、キュービュープラザ、現、旅行カウンターでの就業を前提とした、グリーンスタッフ制度、契約社員による、募集採用が開始され、 管理者や他部門から転勤した社員を除き、ほとんどのカウンター接客業務はグリーンスタッフで運営している。もともとは旅行業実務のある経験者向けの採用制度であったが、2007年春より首都圏エリアで駅員の配置を前提にした、現業職や新卒の募集も行われた。しかし2017年度よりグリーンスタッフの採用を停止するとともに、 さらなる店舗の合理化を進め、一部の店舗運営をビュートラベルサービスへ一貫している。そのため、ビュープラザは JR 東日本の直営店舗とビュートラベルサービス運営店舗の2種類が存在するようになった。最大で180視点を数えたが、オンライン利用者が大幅に増加するにつれて、来店客は大幅に減少した。 そのために2010年代に大幅に店舗を縮小し、2019年にはピーク時の4分の1以下になった。さらに、閉鎖店舗を上積みした上で、残りの全店をビュートラベルサービスに移管し、最終的には2022年3月末に全店舗を閉鎖し、25カ所程度を旅行商品を販売しない、訪日客対応などの顧客設定型店に、 転換するとして報道されている。基本的には、駅構内に設置され、自社主催国内旅行商品、ティーワ TYO や自社公園海外旅行商品、ビューワールドの販売を行っている。また、旅行販売代理業として、ANA セールス国内海外、ビッグホリデー、ジャルパック国内海外、ルック JTB などの JTB 系海外旅行各社、 近畿日本ツーリストグループ、海外、日本旅行、海外などの商品も取り扱っている。ただし、プラット、小玉エコノミープランを含め JR、東海ツアーズ主催の各種商品は取り扱いない。なお、緑の窓口と同等に JR 券の購入も可能であるほか、旅行代理店として、航空会社の発券端末を設置し、 JAL ANAK 航空会社の航空券の発行も可能であったが2011年に一部の店舗を除き国内航空券の取り扱いを中止した。JAL ANAK の航空機利用のパックツアーは取り扱っている。1990年代にビッグホリデーとの業務提携により同社と契約している中小の旅行代理店へビュー国内旅行商品の 販売取り次ぎを行っている。また、2007年秋頃までは、ビッグホリデン市会社のコミュニティネットワーク取り扱いの、コンサートチケットの販売を、チケットビューの名称で行っていた。1998年の、JR 東日本アートセンター JR 東日本アートセンター式劇場、春 JR 東日本アートセンター式劇場、秋小倉落とし公演より、 劇団式東京公演のチケットをビュープラザで発売している。2007年度までは JR 東日本式劇場予約センターで電話予約をしビュープラザで購入、受け渡しする制度が主流であったが2008年4月より制度改定により電話ではクレジットカード決済による自宅配送になった。JR 東日本の専用座席枠で販売しているため 劇団式の直販や他のプレイガイドで売り切れの場合でも JR 東本分ではわずかに残っている場合が多い。なお、東京地区の式専用劇場以外の公演、全国公演、名古屋、京都、大阪、福岡は取り扱いがない。一部支社ではビュープラザの他に国内旅行のみ取り扱う、駅旅行センター、実質的に国内旅行のみ取り扱う、 ビュープラザと同じや、駅営業センター、駅扱いで、国内旅行を取りこきなどを設置している。首都圏の一部支社では法人向け営業窓口として、定型販売センターを設置しているが、JR 県については、個人での利用も可能である。主に JR 東日本の鉄道を利用した、パッケージツアー、フリープランであり、出発、目的地は、関東地方、 東北地方、甲信越地方、伊豆半島、北海道の範囲内、基本的に鉄道と宿泊がセットになっている。なお、日帰りも設定されている。スキーシーズンには、JR スキースキー等のキャンペーンと相まって、ガーラ、湯沢スキー場をはじめとする JR 東日本の新幹線沿線を中心としたスキー場への往復の交通とリフト券や宿泊がセットになった。 旅行商品を発売している。東京、横浜、鎌倉、東京ディズニーリゾート方面の旅行商品には、tyo ブランドが設定されている。JR 東日本の鉄道事業エリア外である、北陸、主に、白鷹利用、京都、奈良、大阪、神戸、東海道新幹線利用、北海道、函館、上り別、札幌、 オタルへの旅行商品も設定されている出発地主に関東。函館以北へのツアーは、往路または袋を航空機利用とするプランがある。パンフレットとなっている大半の旅行商品は、東京支社内に設置されたビュー事業部が、プランの設計、いわゆるホールセラーと企画を統括してになっており、首都圏において電話予約、インターネット駅ネットによる、 ビュー国内旅行商品の販売は JR 東日本の子会社ビュートラベルサービスが行っている。国内の団体旅行の企画は JR 東日本のシニア会員向け組織、大人の休日、クラブ向けを中心にグループ会社であるビュー、トラベルサービスが展開している。このか、鉄道ファン向けの団体ツアーなどもインターネット限定という形で企画、JR 東日本、 販売をビュートラベルサービスで行うケースがある。ジョイフルトレイン、団体列車などを利用して各支社の旅行業家で支社の特色に応じた団体旅行を募集している場合もある。JR 東日本は東京都知事登録の第二種旅行業しか認められておらず自社で海外旅行を主催することはできない。このため1993年に子会社で 日本航空との合弁会社である株式会社ビューワール、ゲンビュートラベルサービスを設立し、同社がビューワールドブランドとして海外旅行商品の企画主催を実施してきた。しかし、2007年度からの JR 東日本による組織改編に伴い、それまで総合旅行業を目指していた方針を転換。鉄道利用促進を目的とした商品設定、 店舗作りを目指すこととなったため、ビュートラベル社の基幹事業として行ってきた、ビューワールド商品の企画、実証、JAL パックに移管し、ビュートラベル社は、ビュープラザへの同商品の販売支援事業へ転換、国内旅行分野を大幅に拡大し、大人の休日クラブ会員向け旅行事業、訪日旅行などへ事業展開することとなった。もともと、JAL パックから、 旅行材料の仕入れを行うなど、一定の関係があったが、2007年4月以降に、ビュープラザが販売する、ビューワールド商品は、企画実施、ジャルパック、自宅販売、公園、東日本旅客鉄道となっているほか、行き先もハワイグアム、韓国などへ方面が絞られており、パッケージツアー以外の大人の休日、クラブ会員向け海外旅行や、 鉄道関連の業務渡航等への展開が見られる。ビュートラベル社は逆に、国内旅行分野で、ビュー商品の通信販売、鉄道利用の団体旅行などを幅広く手掛け、法日外国人旅行、JR 東日本法日旅行センターの運営などを行い事業領域を拡大し、上記の理由から、主にターミナル駅以外の店舗では、海外旅行商品の取扱いを廃止し、 ビュー商品を中心に取り扱うこととなった。ビュープラザ、定型販売センター、駅旅行センター、ビュー旅センター、ビュープラザ JR 東日本の駅ビル JR、東日本商事通信販売、ビューカード会員向けで発売している、JR 東日本の商品券である。ビューカードに付随したサービスと思われがちだが、管轄は異なっており、カード事業は、本社 IT、 スイカ事業本部内カード事業部が行う市中の加盟店に際がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。